バリ島沖海戦。バリ島沖海戦は、太平洋戦争中の海戦。1942年、昭和17年2月19日深夜から2月20日、夜明け前にかけて、連合国軍艦隊が、日本軍のバリ島攻略戦団を攻撃したが、日本海軍の駆逐艦4隻に撃退された。アメリカ軍故障は、バドゥン海峡海戦、バトルオブ・ボドゥング・ストレート。 バリ島沖海戦は、太平洋戦争初期の1942年、昭和17年2月19日から2月20日にかけて、バリ島で行われた海戦。ジャワ島攻略の前段階として、バリ島の攻略と、道東飛行場確保を起とする日本軍に対し、連合軍は、水上艦艇、潜水艦、航空機を投入して反撃した。 特にカレルドールマン少将指揮下の連合軍艦艇、巡洋艦3、駆逐艦7や魚雷艇部隊は日本軍輸送船団を攻撃するため、逐次バリ島に進撃した。連合軍は戦力で勝っていたが、部隊間の連携がうまくゆかず、船団を護衛していた日本海軍の第8駆逐隊、第1小隊、大潮、浅潮、第2小隊、嵐を満潮に撃退された。 日本軍はバリ島占領により有力基地を確保し、ジャワ攻略作戦を有利に進めた。1942年、昭和17年1月下旬、日本軍はジャワ島攻略のための飛行場確保を目的として、当初は予定になかったバリ島の攻略を決めた。第11航空艦隊はボルネオ島バンジャルマシンよりもバリ島に飛行場を建設した方が、 後々の利点が大きいと熱心に主張し、これに、ランイン部隊司令部やミナカタ軍総司令部も同意、バリ島海路攻略とバンジャルマシン陸路攻略が決定したのである。マニラでの陸軍第16軍司令官、今村人志中将と、第3艦隊司令長官、高橋坊中将の協定は1月23日に成立したが、ジャワ島攻略作戦の発動遅延により、 バリ島攻略作戦の日程も延期された。攻略にあたる海軍部隊は、第1根拠地隊司令官、久保久次少将率いる支援隊、軽巡洋艦長領、第21駆逐隊、若葉、コピ、初下、攻略隊、第8駆逐隊、第1小隊、大潮、朝潮、第2小隊、満潮、荒潮、第5節衛班、陸軍輸送船2隻、 相模丸、笹子丸、補給部隊、マカッサル海峡部隊、畜子、青高、第二区戦隊、第一号区戦艇、ケンダリー部隊、白山丸、君島丸、第五十二区戦隊、第一区戦隊、生島丸、さらに第八区地区隊による、第一次九州作戦成功後は、ながらを機関とする、第二次輸送作戦が実施されるという兵力配置、取った。 当時の第8駆逐隊各艦は、第8駆逐隊司令、安倍敏夫大佐、海軍兵学校46期、大塩駆逐艦長、吉川清中佐、海兵50期、浅塩駆逐艦長、吉井五郎中佐、海兵50期、満潮駆逐艦長小倉正美中佐、海兵51期、荒塩駆逐艦長、久保木秀夫中佐、海兵51期が指揮していた。 バリ島攻略に投入される陸軍部隊は第48師団の一部を抽出した金村また兵衛少佐指揮の死体台湾不評第1連隊第3大隊三歩一個招待独立公平一個招待不評一個大隊機関と決定し輸送船2隻相模丸笹子丸に乗船することになった1942年 昭和17年2月中旬のマカッサル海峡は天候不順だったため航空隊の活動が制限され、ラミン部隊指揮官、高橋中将は2月16日にバリ島作戦を1日延期した。17日も天候不良で陸上攻撃機は攻撃を中止した。待ちきれなくなった、久保少将は2月18日攻略発動、19日白地侵入を決定。 作戦を開始した。2月18日午前に一時、陸軍主体を乗せた輸送船2隻、笹子丸、相模丸は、第8駆逐隊、駆逐隊司令、安倍敏夫大佐所属の駆逐艦3隻、大塩、司令駆逐艦、浅塩、満潮に護衛され、マカッサル白地を出港した。マカッサルのサヌキ丸水蒸気や、第23航空戦隊、 バリクパパンの戦闘機が上空援護を担当した。途中で対戦相当のため先行していた駆逐艦シオと交流し18日2300時、バリ島サヌール白地に2月19日001後に同白地へ侵入して上陸を開始した。19日の日の出は午前7時22分であった。上陸に対して抵抗はなく、未明には日本軍金村主体が 原発サル兵衛を占領、午前11時30分に飛行場を占領した。陸上部隊が順調に戦闘を続ける中、停泊中の艦艇は、連合軍の空襲を受けた。少数機による反復攻撃で相模丸が被弾、片言航空可能状態となる。笹子丸も昇破した。1630、大潮は、敵戦水艦から雷撃されたが回避した。 1700、輸送船の揚陸はほとんど終了。空襲を避けるため3隻、駆逐艦、大潮、浅潮、輸送船、笹子丸は一時ロンボック海峡北側へ退避。損傷した、相模丸は第8駆逐隊、第2小隊、万潮、荒潮に護衛されて、マカッサルへの退避を開始した。一方の連合軍は、紹介中だった、イギリスの潜水艦、 トルーアントとアメリカの潜水艦シーウルフにより日本軍の攻略戦団を発見していた。2月17日、連合軍海軍部隊指揮官ヘルフリッツラン海軍、中将はカレルドールマン少将に日本軍輸送戦団撃退を命じた。だが、ドールマン少将機下の艦隊は2月15日のガスパル、海峡空襲、空母流上艦載機及び基地航空隊の攻撃によるものによって、 撃退されてきたばかりであり、各地に分散していた。2月17日には、立候補隊が、商船スロエト・バン・ベルルを、流上観光10機が、オランダの駆逐艦バンネスを撃沈していた。やむなく、ドールマン少将は、ジャワ島チラチャップの艦艇で、第一攻撃隊、レロイテル、ジャワ、ピート・ハイン、ジョンディ・ D、フォード、ポープ、ジャワ島・スラバヤのオランダの形巡トロンプと スマトラ島単純カランの駆逐艦4隻で、第二攻撃部隊、トロンプ、スチュワート、パロット、エドワーズ、ピルスベリーを編成し、第一攻撃部隊と第二攻撃部隊は過去に、バリ島の日本軍輸送弾攻撃を目指すことになった。このほか、バリ海峡基地の魚雷艇7隻も出動したが、戦闘に至らずに帰還した。米駆逐艦4隻は2月17日から18日に、 単純カランを出港して、ジャワ海を投進、トロンプと合流後、2月19日夜に、バリ海峡を南下して、バリ島南方へ進出した。ドールマン少々率いる、軽巡2隻、米区畜艦2隻、ランク地区畜艦2隻は2月18日2332、ジャワ島南部を出撃、投進して、バリ島を目指した。すなわち本海戦に参加した。 アブダ艦隊の全艦艇は、オランダ海軍のカレル・ドールマン少々指揮した、オランダ系巡洋艦3隻、デロイテル、ジャワ、トロンプ、駆逐艦7隻、オランダ駆逐艦、アメリカ駆逐艦、ジョンディ・フォード、ポープ、スチュワート、パロット、ジョンディ・エドワーズ、ピルスバリーであった。2月19日、月齢4、ドンテンアンや、視界 8km23 時50分。 ササゴマルの終停要求は終わり、三隻、大塩、アサシオ、ササゴマルは、バリ島サヌール白地を出港しようとしていた。二十三時五十三分、アサシオは、南方約六キロメートルに接近してくる、ジャバ型巡洋艦二隻を発見した。この時、白地に突入してきたのは、軽巡二隻、デロイテル、ジャバ、駆逐艦三隻、ラン国、ピートハイン、米国、 ジョンディー・フォード、ポープの、計5隻である。計巡2隻と駆逐艦3隻の間は、距離があった。2月20日000 00頃、計巡2隻、デロイテル、ジャバが朝潮に対し砲撃及び照明弾を発射。朝潮も応戦して、距離2000メートル同航線となったが、出航直後で速度が上がらず、砲戦開始間もなく、敵艦を見失った。被害は、 単焦島に断片が当たったのみで、浅潮は、我が敵、ジャバ型と交戦中、ロンゴック海峡と報告した。乱ン洋艦二隻、デロイテル、ジャバは、再攻撃することなく、白地北方へ去った。先に執行していた大潮、第八駆逐隊司令駆逐艦は、浅潮の前方にから 3km に降り、砲戦を見て、行進を開始したが、接敵しなかった。 すると南の円膜の切れ目に駆逐艦一隻、ピートハインの北上を確認し、南へ向かった。朝潮も南へ向かっており、20日0011に同行する駆逐艦一隻、ピートハインを発見し1500メートルで射撃を開始、距離1000メートルで魚雷を発射し0016に撃沈を報告した。しかし、ピートハインは大破しながらも沈んでおらず、低速で動いていた。 続いて 8×1 小隊、大潮、浅潮はそれぞれ南下、右限2000メートルに、同行する駆逐艦2隻、フォード、ポープを発見して、砲撃を開始するが、米駆逐艦2隻は炎幕を展開して逃走した。2隻、大潮、浅潮は、敵艦が北方へ逃げたと判断して、反転北上、0042に合同して、単獣陣を形成した。20004後、 8×1 小隊、大塩、浅塩は、左前方3500メートルに駆逐艦2隻。実は、ピートハイン1隻を発見して、砲撃を、開始、0 0 4 7に1隻火災発生沈没。もう1隻にも、火災を発生させたと報告。ピートハインは炎上しながらも反撃を行ったが、最終的に撃沈された。2隻、大塩、浅塩は、砲撃を続けながら、 北上と南下を繰り返し、1時10分に敵艦が姿を消したのを確認した。0140、安倍司令は敵、ジャバガダ2席派、ロンゴック海峡を北方に、トンソーセリゴに、ザンレル駆逐艦3隻、派2隻、撃沈1隻大派はが被害なし0140と報告する。ピートハイン1隻撃沈に対し、駆逐艦2隻、撃沈1隻大派と誤認した原因は、 海面に広がった燃料の火炎を炎上的感と錯覚したためと思われる。第1次合戦が終了した後、8×1 小隊、大塩、浅塩は、白地を紹介した。支援隊、第1根拠地隊司令官、久保少将,将が座上する計巡ながらは2月19日午前8時に、マカッサルを出発、第21駆逐隊、若葉、コピ、初下と合同後、夕刻には、 ロンボック海峡の北80海里にいた。第八駆逐隊、第一小隊からの戦闘報告を受けて、南下を開始するが、同時に、マカッサル祈祷中の、第八駆逐隊、第二小隊、満長、荒潮に、同第一小隊、大潮、浅潮の支援を、相模丸は、単幹でのマカッサル解雇を命じた。8×2 小隊、荒潮、 満潮は反転して第一小隊との合流を急いだ。20日午前3時前、乱巡洋艦一イ米駆逐艦四隻が、サヌール白地に突入して、バリ島沖海戦、第二次合戦が始まる。連合軍艦隊は、米駆逐艦四隻、スチュワート、パロット、エドワーズ、ピルスベリーが単純陣で先行し、その後方8000メートルに、トロンプが続いた。 連合軍艦隊は一斉に魚雷を発射するが、命中せず、最後尾のピルスベリーがエドワーズを見失い、単艦でレンボンガン島北方へ移動を開始した。0310、第8駆逐隊、第1小隊、大潮、朝潮は、東に向けて航行中、南方から北上する、巡洋艦2隻駆逐艦1隻、実際は、米駆逐艦3隻を原に、 発見、0315距離3200メートルで、放雷船を開始、0323爆発音を確認して、魚雷命中と判断した、実際には命中せず。しかし魚雷を発射するため右に、点が一時的に南下した結果、敵艦隊を左舷側に見る格好となり、バリ島の三栄に見失った。この時、トロンプも右後方を進む 8×1 小隊に気づいていなかった。 安倍司令は、我、ジャバ型巡洋艦2隻と激戦中、サヌル沖0315と報告した。米駆逐艦隊ではスチュワートが砲撃を受けた故障を起こし、体系が乱れた駆逐隊は北方への脱出を開始し、連合軍艦隊を追撃して、バダン海峡を東に航行していた第8駆逐隊、第1小隊、大潮、浅潮は0 3 4 1に、 レンボン島北岸沖で、左前方3200メートルにトロンプ、ガタ系巡洋艦を発見、距離3000メートルで、砲雷撃戦になった、第三次合戦。被弾したトロンプは、射撃式装置と単焦灯の故障を起こしたが、反撃して0346に、大塩の2番砲塔旧薬室に命中弾を与えた。8×1 小隊、大塩、浅塩は、左方船、トロンプは、 右方戦で双方が打ち合う中、トロンプは突如左限からも砲撃を受ける。これは戦闘発生を知りながらの華麗に従って、バリ島へ戻ってきた第8駆逐隊大正隊、満潮、荒潮の攻撃で、2隻は0340コロバ団、海峡東口に到達し、方線を確認して精神してきたのである。第四次合戦。ところが8 2隊の、 右舷側には、米区艦3隻、エドワーズ、パロット、スチュワートが投信中であり、さらにトロンプのそばにピルスベリーが迷い込んでいた。海峡南側を投信する、トロンプ、ピルスベリーと、海峡北側を投信する米側3隻、エドワーズ、パロット、スチュワートの間に自ら突入した、日本側2隻、満潮、荒潮は攻撃される格好となり、0 3 4 7に、 距離3500メートルで砲撃戦となった。満潮は戦闘開始2分で、敵艦一隻の合鎮を確認、錯覚したが、同艦の機関室にも命中弾があって、航行不の機関長以下64名の死傷者を出した。満潮は漂流しながらも、このまま漂流しつつ、紹介に当たると発信、その指揮は衰えていなかったという。満潮に後続していた嵐をは左言に、 巡洋艦二隻、駆逐艦、ピルスベリーと巡洋艦トロンプを認め、反抗戦となったが、双方とも決定的打撃はなかった。この時、アラシオは左舷のトロンプに命中弾を与え左舷短小灯を破壊している。ピルスベリーは一からに正射を行ったのみで被体した。パロットは砲撃せず、東へ、被体、零三五零に、ラプアン1沖で座礁したが自力で脱出した。 以上の戦闘で、連合軍艦隊はすべて戦場を離脱し、海戦は終了した。第八駆逐隊は、オランダ士官1名、下士艦兵9名を収容し、第一次海戦兵力は、ラン順洋艦2、米駆逐艦2、ラン駆逐艦1であることを知った。弾薬の消費量は、大潮が12.7センチメートル手法217発、約36聖車、朝潮が 主砲310発、約52戦車、満長が、砲六62発、約10聖車、荒尾が73発、約12戦車と記録されている。2月20日午前3時、ライン部隊主体、第3艦隊、高橋中将の3隻、従順洋艦、足柄、駆逐艦、甲風、山風は、急報を受けて、バリクパパンを出発して南下したが、 戦闘には間に合わなかった。同日午前6時、第一根拠地部隊指揮官、久保少将率いる4隻、長良若葉、コピ、初下は、バリ島の戦場に到着、2隻、長良初下が、ロンボック海峡北口を警戒し、残る艦で満潮の救援を行う。午前10時、荒潮は満潮を栄光して、退避を開始するが、 空襲により回避行動をとったところ英作が切れ、さらに満潮は、資金弾で浸水してしまう。また大潮も資金弾による浸水で、最大発揮速力10ノットとなり、安倍司令は浅潮に異常した。各館は、第1軍、浅潮、荒潮、満潮、小備、第二軍、若葉、大潮、第3軍、ながら、初下に分かれ、北上を開始した。 第一軍は夕刻までに延べ二十六機の空襲を受けたが被害はなく、二十二日0一三零マカッサルへ到着した。第二軍、第三軍及び輸送船二隻、相模丸、笹子丸は一足先にマカッサルへ帰還した。午後、来院部隊指揮官、高橋中将は第八駆逐隊を主体に編入、マカッサル待機を加齢した。月日、バリ島に 陸上攻撃機が進出し、同等航空戦力は、戦闘機32、陸上偵察機4、陸攻11となる。2月23日18時、第二輸送作戦部隊、主体、ながら、浅潮、荒潮、停団、第二十一駆逐隊、若葉、コピ、初下、輸送船、楽島丸、沖津丸、宇津東丸、豊坂、丸、第三日の丸、 第2区戦隊、第1号、第21号苦戦艇、支援隊、畜紫は、マカスサルを出撃した。ラミン部隊死体、足柄、甲風、山風はスターリング湾を出発し、これを支援した。24日1700、航空機より、敵巡洋艦1、駆逐艦3、スラバヤ北方60海里との情報を得た、久保司令官は、連合軍がバリ島方面に脱出するか、 バリ島飛行場を砲撃すると判断し、各艦、ながら、浅潮、嵐潮、若葉、コピ、初島を率いて、敵艦隊を求めたが、接敵しなかった。25日0800、第二次輸送部隊は白地に到着、連合軍の妨害を排除して、揚陸に成功した。3月5日、第一根拠地帯のバリ作戦は終了した。巡洋艦3隻、 駆逐艦7隻を要する連合軍は戦力的にかなり優勢であったが多国籍艦隊のため連携がうまくいかず日本軍の駆逐艦4隻に撃退されてオランダ軍駆逐艦1隻を喪失他に巡洋艦1隻駆逐艦1隻損傷攻撃は失敗に終わったチェスター・ニミッツ太平洋艦隊司令長官は兵力を集結しなかったために この利点は無価値に等しかったと評価している。海戦の勝利とバリ島飛行場の占領により、日本軍は、ジャワ攻略のための有力基地を手に入れた。宇垣きまとい連合艦隊三謀長は、バンダ海峡における第8駆逐隊の海戦ぶりは、誠に見事なり、乱巡洋艦に、乱舞駆逐艦三撃沈その他にに大損害を与えたり、 これを、バンダ海峡野戦と名物で、世に問うべきなり、一駆逐隊をもって、誠に、立派なる野戦なり、司令は、安倍高気少将の弟なりというと、第八駆逐隊を称賛した。ただし、第八駆逐隊の戦火報告は課題であった。大本営発表では、連合軍駆逐艦四隻撃沈、巡洋艦二隻、駆逐艦一隻大破となっている。なお、 大東は戦海戦以来最初の水雷戦隊による海戦という宣伝もなされたが、水雷戦隊同士が戦った最初の海戦は1月24日のバリックパパン沖海戦第4水雷戦隊の敗北である。この後にも連合軍艦隊と日本軍船団が交戦するという類似の状況のスラワヤ沖海戦とバタビア沖海戦が発生し、連合国軍艦隊は壊滅する。 日本艦隊には報道範囲が上官しており、後に作戦に参加した艦長や乗組員を集めて座談会が開かれた。同年12月8日、連合艦隊司令長官山本56大将は、バリ島沖海戦における第8駆逐隊の優先と、大破した満潮の栄光及び気痘について感情を授与した。本海戦に参加したアメリカ海軍駆逐艦、スチュワートは、 ジャワ島のスラバヤにて、損傷箇所を修理することになった。だが、日本軍のジャワ島攻略に伴い、連合軍により自陳処理された。日本軍はスチュワートを旅客すると引き上げて、修理を行い、1943年、昭和18年6月15日府で、第102号小海底と改名、日本海軍に編入した。この時点で、バリ島沖海戦に参加した第8区逐隊の、 朝潮型4隻、ア潮、大潮、万潮、荒潮のうち、残存していたのは、万潮、昭和17年11月13日、第3次ソロモン海戦時の空襲で大破損傷中、だけだった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。